はいどうもレッドライスゴルフ始まりました引き続き西ライオン君とやっていきたいと思いますはいお願いしますということで今日はね初めてのこのチームプレーということで九ホールやってるんですけども今とこ四ホール終わってパープレーということですねまあでもスーディパッドそうなんですよ二回打ったそうなんですスバディパッド三回三回かそうです三回打っててまあもう来そうなそうなんですよ雰囲気ですはいちょっとねまあ このフォーマットでやると、やっぱアンダー出していかないといけないとい通貨はね、<う>確実にしるには。絶対アンダーは出さなあかんので、うん、アンダー出しましょう。やっぱちょっとボギーは避けたい。はい、で、へこましたいというところなので、はい、後半ね、ちょっとバーディー狙って、確実に攻めていけたらなと思います。はい、じゃあ、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。風 わこれは結構むずいな風がここね距離もあるしね長めでそうなのよはいえ真ん中から左に左に行きやすい右には行きにくいあそうなんや行きますよしよしただ揚げが風が。 ナイスショッ助かるー。<laughs> これはもう完璧でしたね。ーいいナイスですよ。来てますよ。ありがて。まあ、よっしゃ、ね。軽く打たないと。ですね。えー、まさに有言実行。ああ、分かった。耐えろ。はい、すみません。うん モリ土のところに突入しました。すみません。サンドライオン。サンドライオン。サンこれはサンドライオンでございます。はい。なるほど。サンドライオンで。これはあかんな。三つ目。はい。三つ目いきました。ですね。だから、ほんまに四四にしといたら、最後の九ホール目はどっちも使えるから、なので。 四四でやってた方がいいかな感じです。本当にもう本当そんなに数九九使わなきゃいけないのかな。いや九九じゃないと思います。八八やと思います。八八なんだ。でえ八八かな。多分八八やったと思いますね。もうでも結構厳しいね。厳六とか七ぐらいであと余白持ってるのかなと思ったら意外と半半ぐらいどうやったかな。全然覚えてないな。でも半々ぐらい使ったって感じ。ですね。はい。 でえっとあの四人のスクランブルの時は四四四四使わな駄目っていうのがありますよねはいそれで十六そうですね十六で四人のやつやったことありますないないないめっちゃおもろいですよあそうなんはいめっちゃおもろいなんか四人のやつはあまあでもそんなことねえかもうね本当に何て言うんすかねゴルフをチームでやる感じ よりチームうだから全員活躍するし4人ともバーディーパット打つじゃないですかそしたら誰か入るんで結構スコアも出るしそうで僕と蛍原さんと原西さんと金森さんっつってそのフォトゴルフをやってらっしゃるプロデューサーの方がいるんですけどその4人で1回出たことあるんですよそのスクランブル戦。 優勝したんですよ。すごい。すごいね。テン <laughs> アンダー出て。すごいそんな出るんだ。はい、<ー>でも多分テアンダーでは多分届かんでみたいなこと言ってたら、うん、意外と一位やって。でもテンアンダー出たらか面白いね。<laughs> はい、面白いです。そうなんだ。だからイーグルとかも狙えつつ。そのその競技とか今度出る競技とかエンドさんと出たやつとかってセッティングとかってどれぐらいなん？いやもうそんなあの。 しっかり競技なんですけど、その一日だけなんで、結構通常営業の通常営業の中の一日を使わせてもらってるって感じですね。はい、そんな。ええ多分白です。はい、白ぐらい。白か青かな。そんな距離ない。そうですそうですそうです。はい。でもやっぱ慣れてる方が来られるんで、そうだよね。はい、結構シビアな戦いにはなってきますね。ナレショ。ありがとうございます。 ちょっと183上げいやこれはこりゃ難しい私ご有くださいう乗ったも同然だねこれねはい乗せますそはじゃ俺は6番やはい、はい、ああ右行っちゃったうん全然どまい まあ、あ大丈夫です。これどうやろうな頼む受けです。そのユーティリティなら大丈夫でしょう。はい。もかすあれ。すいません、いけです。やばい、やばい。<laughs> <laughs> はい、えー、レッドさんのやつを使わないと。<laughs> やばい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 。これピンチ。きよ、ピンチが。これはピンチ。ちょっと俺も。うわ力んじゃった。

ただあそこからパー拾えるかが <laughs> 問題ですけど確かに確かに、うん、パーでいいホールよ同じとこから打てるから大丈夫そそう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 、はい、アプローチの鬼だもんねいえ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 えー、そんなことないですさんがバンカー,バンカーうわっこれを選ばなあかんということかつらい辛いですよいや俺ですごめんなさいいやいやいや全然絶対乗せとかなあかったうわしかも向こうに そう、下っていってるんでいや突っ込むむずいっすね、これそうなのよどうしようと言ってねそうですね、距離あったらボギー行っちゃうからな<ー>いやー、しろん行きましょうさ<で>っいいですかはい、どうぞ俺、五2で打ちますはいうまいあ左行っちゃった、やばい、左キックしたこれはやばいよ止まれえぇー 頼む、頑張りますや。やっぱ池怖くて打ってないわ。いや、わかる。いや、池怖いよな。今のは池怖いっすよね。怖い、ね。うわ、どうしよう。お、うまい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 。いけ。ごごごごご。あいや、きれに入りすぎたから。いけ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 。けけうわ、すいません。ちょっと綺麗に入りすぎた。スピーキーちゃった。うわ、頑張るしかない。<laughs> いいうわスタッフがやってくれますまあそっちだよね <laughs> 距離的に、えー、こっちですねやっぱ近い方がいいですもんねうんいやーよし入れる入れええー、よエアが <laughs> あーがあ点々でね点々でも打っちゃった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 切れない <laughs> やばいやばいやああいうことにならないように気持ち悪いかったな今キャサカップ2個ぐらい1個半そうですよねはいはいおいいよ切れろ,切れろ曲がれ,曲がれ グーすいません。止まれ。いや。すみません。せん <laughs> あのー、油断した。さっきもお話ししたんですけど、はい、プレッシャーに弱いんですよいや。絶対入る。<laughs> 絶対入るそれを。<laughs> ナイス。ボギーがー。ボギーが来てしまったここで。 ここでボギーかいやこのホール難ずかったなボギー先行したねはいやっぱ距離あるからねここはですねこのホールでやっぱアゲンストはなかなかいや本当ですいやティーショット最高やったのにいや行かせなかった申し訳ないすいませんいやバンカーも難ずかったなやっぱちょっともあんな感じだったからねいやでも次バーディー取りましょうそうだね次もロングなんであオッケーですこれはチャンスはいチャンスはいここで一個取っとけば後とでえ えー、7、8、9で、ええね、全部連続バーディー取ればいいんです,ますよ、はい。よし、2つは行きたいな、2アンダーぐらいでは回りたいですよね。いきたいね、ほんまに。前半に2とかやと、でもだからパー5はやっぱりだから、ほんまに取りたいですよね、でも少なくともバーディーパットは打つという気持ちでいいかな。このロングはでもちょっと長くて。ですね。 でももう絶対三ダメ勝負ですもんね。三ダメ勝負。そうだからそれさえ考えとけば。ここまで気楽にいきまね。そう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 三ダメをいい位置から打つことだけ考えましょう。そうですね。うん、はい、OK です。ショア。ありがとうございます。やべえ。よいしショ。グショです。ありがとうございます。まあまあ安全なこと。ありがるです。はい、いいとこ。 うん、ナイス。はい。これもしっかり振った。はい。結構いいとこ行きましたね。よし。いいとこです。よし。やっぱだんだん後半に向かっていくに、すれこうヒリヒリしてくる。いやしかもボギー先行したというのがそうだね。重くのしかかってくる。はい。これが辛かった。辛いね。はい。だからどっかでバリ取っとかなかったよな。 ああ、でも、これをね。乗り越えて。いいかなそうなんですよ。ほんまに、そういうこと。頑張ろう。五百、五百五十の。パー五。そう。まあまああるな。五百五十はまあまああるな。そうなのよね。わ、これ、どっちでもいいな。こっちの方がいいですから、エフエム。はい、オッケーです。よしよし。ッドライスさんと同じところまで飛ぶようになってきた。 でも17060から70の間ぐらいが幅広くて、はい、あの辺に置くのが3打目ね。結構ギリギリまで行くと本当木の、ま、真ん中にいりゃいいけど,どちょっと曲がっただけで3打目も狙えなくなるからかあの真ん中のバンカーの横の広いとこの真ん中かちょい左ぐらいに置くのが170までって、はいうのが俺はいーいかなと思うからじゃまず俺それ。 そこ置いといてもらえれば、うん、僕しっかり狙ってみます。170フォローだから、そういう戦略、こうちゃんとやっぱ知ってはるから、いやわかる戦略ですね。裾野カンツリーはほぼ分かってないです。<laughs> <laughs> コース。だから二人の話い連南行けんの？連南行かないと。いや行けるのかな。ちょっと聞いてみましょう。うね、はい行ってみたいですね連南。 とかな怖いですね確かに。ちょっとね、八番。はい。ああやばい右出たあ。でも大丈夫でしょう。ちょっと右目。あ大丈夫大丈夫大丈夫です。危ねえ。全然大丈夫です。まあ最悪ただ枝が多分結構邪魔になってくるから。なるほど。じゃあ百八十ぐらいでいいですか。百七十ぐらいでいいと思うよ。あ本当ですか。百八十行くと三つ目のバンカーに届いてくるから。

ちょっと行き過ぎました。いやでもあそこだったら大丈夫。右目なんで。はい。完璧。あす。よしよし。結構行ったな。結構フォローかな。フォローね。で行きましたね結構。でこういう刻みもねちゃんとやっていかないと本当ダメなんですよ。ね。はい。ざっくり近づけようとかするところにあるからね。本当そうなんですよ。多分その裾野とかだと本当に狙いどころがきりにくると思います。はい。 なんか、あのー、何やったかななんていう大会やったかな、えー、女性女の子の、うんえー、プロになってない子たちの大会に僕、ついて回ったんですよ。うん、で、裾野のかんやったんですけど、うん、やっぱアップダウンがめっちゃ大変やってそのプロたちも、うんまあ、プロの卵たちも歩いて回ってるんですけど。うんうん で僕もそのほんまにこの,このぐらいの距離で全然回れるんですよ、うん、その大会はその、えー、そギャラリーの人がそうですその人らがスポンサーでお金をその子にと投資じゃないか、うんうん、その子らに払って出場するみたいな大会なんですけど<ー>めちゃくちゃ楽しかったなうんこの距離でこうついて回るってあんまないんでようそうだあんまがねはんえそれは 出かけないようにはしてるんですけど、でも、もうムッチ頑張れって言うし、この距離で言うから、ギャルギャルとかすごい言うてしもって、めちゃくちゃプレッシャーになってたと思います。逆に逆に。でも、このプレッシャー勝てっていう思いも、だってギャラリー、もうめっちゃ横にいるじゃないですか、プロって。でこのも、あそこを乗り越えていかないと、ね、その先がね。そうそうそう。という思いが強すぎました。あ、うわちょっとかかる そうだね。だからフェーダーの人にはちょっと気になるこれはギリ,ギリ大丈夫かなーって感じまあ大丈夫でもこれあのここからこっちでも大丈夫ですから<え>こ,のこれから3 0ンチ以内やったらこっちに置いても大丈夫ですちゃんとルール内でやってみましょう百三十。 百二十。百二十。はい、フォローだもんな、難しいな。フォロー。え、右からフォローって感じじゃない。うまい。うまい。行ってくれ。うまい。ありがとうございます。ー助かるー。<laughs> とりあえず安全に。いや、ないっしょ。フェーダーの私からしたら、ものすごい気持ち悪いのに。<laughs> ありがたーい。<laughs> じゃあもうピンまっすぐいやほらいける超えろうん、ナイスだもんすみません、ちょっと力ン,ンじゃったいやでもレッドナイスの方が近いからはい、これは絶対 いや力キブこれやっぱりフェザーはそうかそうだよねその玉筋まあ別々だからだからレイアップする場所も変わってくるねそうですねこれはだかこっち結構いいよいいよってたけどやっぱ俺のイメージとして打ちやすいねですねうんいやでもどこ乗ってますからアドスアドスよしこれ入れましょうこれ入れたいねはい入れましょうもうあの入れる気で打ってください入れる気で打ってくださはい入れる気で打ってくださいじゃあ入れる気で打ちますよお願いしますうんいや本当に酔うのよ エアで俺はもうあのポツポツ見て取っときの邪悪くなってきちゃうの。なるほどね、すごい。グリーン見過ぎてます。見すぎて。あの傾斜をエアレーションが今日入ってるんですけど、それを見過ぎて酔っちゃう、酔っちゃうぐらい集中してます。そ集中してんのかってなる。すげえよ。なるほど。じゃあのなんかハチミノスとかすごい怖いですか。

まんま半個ぐらいですか読んでんの？いや俺は外してるよ。そうですよね半個ぐらい。え一個？一個このぐらい？うんそんぐらい見ちゃってるの。なるほどそんな見ていいんや。よし後ろから見ます。お願いします。そんな切れないか。クーそんな切れないですね。<laughs> すげー押し出した。<laughs> はいどまえ。すみません。いいね。

これで絶対にバーディー取ってうん、うん、まずもう早速ね一、はい、つ戻してそうですそうですあわよくばアンダー目指して、はい、上がり3ホールやっていきたいなとですね思います,す、ねはい、上がり3ホールはゴルファーではい見てやるんでこ、はいえー、ちら見に来てください,、はい、いお願いします,お願いします